今日は、小林棋聖さんの新作写真集「孵化する夜の鳴き声」がどのように作られたかを本人から聞いてきました。小林棋聖さんは1995年に、アジアンジャパニーズで鮮烈なデビューを果たしてから現在まで50冊の著作を出しています。出身は、御柱祭で有名な長野県の茅野市。彼がずっと祭りを取り続ける理由も含めて聞いてきました。今回はインタビューなんですけども、インタビュー映像ではなくてこの写真集からの画像をすべて使っています。それではご覧ください。そうですね、まあ続編って感じですね、うん、何年間分ぐらいですか。まあ、集中して撮ったのはここ6年くらいのものです。姫野さんは前から知ってるので、うんうん、ちょっとお願いに行ったみたいな、うん、こういうのって写真集を作るまでに実際姫野さんに会ってからどのくらいで出来上がるものなんですか。まあ、1年くらいでしたね。あ、姫野さんに写真集をお願いすることになったということで、じゃあどういうとこかまず最初に始めるんですか。その時にあらかたのもう叩き台って出来上がってた。その6年間の間に、まあ、ほぼ毎月、まあ、雑誌の連載ってこともあって、うん、毎月ほぼお祭り、全国の祭りに行っていて、相当膨大にデータが溜まっていて、まずその整理をどうするかっていうところで相当時間がかかっちゃって、まずこれで姫野さんにこんなのがありますって言って、うん、でもこれ1400枚あるんで、まず1400枚の中から1000枚くらいに減らしたんですよ。その1000枚からさらにどんどん絞っていって、ただ最終的に割と夜撮った写真が残って、うん、来たんですよ。でセレクトの段階でもしかしたらなんか割と夜のこう闇の中に浮かんでる写真だけをセレクトしてもいいんじゃないかなっていうか、そういう方向性に絞っていってもいいんじゃないかなっていうふうにセレクトの段階でだんだんこう思うようになって、まあ、だんだんそのセレクトの段階でこう、まあ、今回の場合はテーマ的なことも決まってきたっていう、まあ、自分の中でもそれは珍しい、うん、あの作り方ですね。というと作りながら変わっていったっていう。そうですね。それまではどちらかというと最初にあるこの枠組みというかフレームがあってっていうことが多かった。そうですね。まあ、変わりましたね。どの辺が。やっぱりデジタルなんで夜に強いとか暗いところに強いとか、それはきっとこれは写真、この写真集はフィルムだったら絶対に写らないものがたくさん写ったみたいな、まあ、それまで中盤で撮ってたんで、お祭りとかも10枚しか撮れない、そこで交換みたいなこともあったし、当時は67使ってた。67ですね。マミヤ7とかマキナとか多かったし、で今はニコンの800とか810、うん、あと D4 も結構使いましたね、うん、で850でちょっとだけ Z7 で撮ったのも入ってますね。なんか分類分けもちょっと知っていて、うん、まあ、大きく分けると、うん、トンネル、夜の国道路、炎、あと飛行機の窓からっていうのが分けられると思うんですけど、まあ、それはなんとなくこうアクセントとかに入れられるかなみたいな。で結局この空の飛行機の窓からは使わない、うんうん、やっぱり混ぜてみると馴染まないというか、視点がなんかね、こういきなりこう空の上って妙な感じなので残念ながらみたいな。まあ、これをやってる時が一番楽しいっていうか、写真集を作ってる醍醐味はこういうところにあるかなと思いますね。タイトルが結構重要なんですよね。
まあ、これはこの本に限ったことではなくて、まあ、写真展もそうなんですけど、写真あのタイトルが決まらないと、うん、ある程度、まあ、ぼんやりとでも、うん、セレクトができないんですよね。最終的にそれはタイトルにならなくてもあるこうキーワードが必要で、それに沿ってこうセレクトしていくところがあって、うわ、まあなんか思いついたですね。こう、まあ、さっき の, あのトンネルの写真とかもそうなんですけど、うん、こうな何かこう包まれてるこうカラーの中に何かがあって、うん、その外側も闇だけどこうそこからこう何かがこう割れて出てくるみたいな、うん、そんなイメージがあってが湧いて、うん、そうすると結構選びやすくなるっていうか、うん、それに当てはまるっていうかな、それに。この写真はこのタイトルに合う、このタイトルに合わない。そうですね。このタイトルは割とすぐに出てきた。いや、結構最後の方ですね。これの時は、うん、一応ね、仮のタイトルはヤオロズだったんですよ。ヤオロズ。ヤオロズっていうタイトルをつけてて、でもヤオロズって、うん、その名の通りヤオロズなんて全部含まれてるみたいなことだから、全然絞りきれてないことの、うん、あ、まあ言ってみれば象徴じゃないですか。そうですね、全てみたいな。ヤオロズをタイトルにすると選びようがないっていうの、ね、だから最初選べてないっていうのはそういうところ、まあ最初なんでそれ選べてなくてそれはそれで良かったと思うんですけどね、うん、その中から選んでいく中で、さっきも言いましたけど、だんだん夜の写真が多くなってきて、まあ、そこからだんだん、まあ、こういうのタイトルに行き着いたみたいな、うん、とこですね。昔は結構あのいろいろこうしたいとか、うん、いろいろ言ったんですけど、うん、まあ、ある時から、ある時ってどのぐらいですか？30後半くらい。あんまり著者が口出ししていいことってあんまりないなっていう、まあ、必ずしもではないですけど、うん、っていうことに気づいて、まあ、半分自分のものだけど半分は自分のものではないみたいな感覚もあるので、うん、デザイナーは田中義久さん、はい、これは何か、希望があってとか。それは姫野さんの方からで、まあ、デザイナーさんってやっぱり写真集の場合すごい重要なので、うん、僕の方からの希望はお祭りから一番遠い、うん、遠い人っていうか、やっぱクールなこう感じ、まあ、緊張感のあるデザインが多かったので、うん、あ、なんかいいなと思って、でぜひお願いしますみたいな。なんか僕がいくつか候補出して送った中で、うん、姫野さんかな、田中さんかな、ちょっとそこ記憶は定かではないですけど、うん、まあ、僕が決めたこと、うん、わけではないのは確かですね、うん、僕はこれにしたいとは言ってないですね。これは上がってきた時どんな感じでした？うん、いいなと思いました、ね、うん、一番いいのは名前が隠れてるから。あすげえ、すごいよね、写真集本なのに、著者の名前が隠れてるっていう本も珍しいよね。僕もちょっと驚きましたけど、すごい嬉しかったですね、うん、それは。あ、こういうのってあるのか、まあ、こういうのを見た時になんか、ね、お願いしてよかったなと思いますよね、うん、その時ね、なんかダミーを、これなんか田中さんが作ってくれたダミーで、こういうのを作ってもらえるとは思ってなかったので、すごい嬉しかったですけどね。でこれでやっぱイメージが相当つかめて、うん、で、まあ、この時は姫野さんのこうさらにレイアウト、その並び順が変わったものが反映されていて、やっぱりなんかすごいうまいなとはその時思いましたね、うん、どういうところがうまいって思う、まあ、例えばこうなんていうんです、反復見て、細かな反復っていうんでしょうかね、うん、まあ、こことかこう、この写真があって、うん、
あ、まあ、この、はいはい、これ動物のなんか内臓っていうかなんですけどね、うん、これバナナの花、うん、僕はこう並べてなかったんですよね、うん、最初なんでこれここに変えちゃったかなと思ってたんですけど、うん、めくると思う、ね、めくるとなんか、うん、なるほどみたいな色と形で選んでるってことですね。そうですね、うん、それはちょっとハッとしましたね。文庫とかも含めれば50冊くらい、ね、50冊、まあ、文章のものがね、うん、多いので。写真集だけだと何冊？写真集何冊だろうな、5、6冊じゃあほとんどが文章なんだ。が入ってますね、うんうん、まあ中途半端とも時々言われるけど50冊出して中途半端ないでしょ。そうですね、続けたいと思いますね。なんでそんなにお祭りに魅力を感じるようになったの？まあ、それはやっぱりこう、まあ、原体験的なところが大きいですよね。あの長野の諏訪っていうところ出身なんですけど、うん、あの御柱祭っていうお祭りがあって、うん、まあ、それをこう最初見たのは6歳の時です、うん、なんですけど、やっぱ強烈な記憶として残っていて、うん、まあ、父親とか祖父とか近所の人とかも参加していて、まあ、それまでこう割と長野の諏訪の人って普段はおとなしいっていうか、あの決して派手ではないし感情を表に出さない印象があるんですけど、その時だけはこう何かが弾けてる、まあ、命結構危険を伴うので、ね、命がけなこうあのテンションの高さっていうのはやっぱりこうあれなんか違う人になっちゃったみたいな、まあ、こういうあの長持ちっていうのやるんですけど、うん、それでこう化粧とかもね、うん、父親がやったりしてた、まあ、みんなやるんですけど、うん、それである時帰ってきてあれみたいな誰っていう、なんか江戸時代の人がタイムスリップしてきたみたいな、まあ、自分が生まれた場所もそうだけど、お祭りの時そのお祭りと思ってないっていうか、こうなんか垣間見れる瞬間みたいな、お祭りを通して遠い人たちを見たいみたいな、だからね、千年前とか御柱も千何百年前から続いてるって言われてるんですけど、そうすると千年前の人の姿がもしかしたら見れるんじゃないかとか、うん、写真って今しかね、今その場所でにあるものしか撮れない大前提がありますけど、もしかしたらそうじゃないかもしれないみたいな、うん、なんかそんなことを思いながら撮ってる。